アスネベスは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカド・コンダードに属する。1904年までは、自治体庁舎の置かれていたサンタ・エウシェニアでセタードスに、ちなんで、セタードスと呼ばれていた。それ以降、1981年までは、公式名称、ニエベスと呼ばれた。その後、自治体名は、ガリシア語化されて、現在に至る。 ガリシア統計局によると、2012年の人口は4300人。住民故障は男女同型の二分数。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は99.26%。アスネベスは、ポンテベドラ県の南東部、コマルカド・コンダードに属する。北は、ポンテアレアス、モンダリス、アカニーサと、東は、アルボト、西は、サルバテーラ・デミーニョの、 各自治体と隣接、南はポルトガル国境となっている。自治体中心地区はアスネベス教区のアスネベス地区。アスネベスはポンテアレイアス司法管轄区に属す。住民は13の教区の189の地区に居住する。自治体市長はガリシア国民党のラウル・エミリオ・カストロ・ロドリゲス。自治体表議員はガリシア国民党。6、ガリシア民族主義ブロック。 4. ガリシア社会等1となっている。アスネ・ベスは13の教区に分けられている。太とは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。